新システムを搭載しています。スカイフックサスペンションはあらゆる路面に対応できるよう車高を6段階に調整が可能。さらに走行モードは4タイプあり、中でもスポーツモードではシフトチェンジのスピードが速くなり、アクセル回路とエンジン回転数を管理するスロットルマップがアグレッシブに変化。エンジンノイズが大きくなり、マセラティらしい方向が背後から聞こえてきます。そんなレバンテの特別限定車が3月のジュネーブモーターショーで発表されました。それがこちらのレバンテゼニアペレテスタスペシャルエディションです。マセラティの長年のパートナーであるイタリアのファッションブランドエルメネジルドゼニアとコラボした車両で、先駆的なリサーチに基づいてマセラティのためだけに特別に開発した自動車内装用のナンバレザーペレテスタをインテリアに採用しているのが大きな特徴です。軽量で柔らかく高級感あふれるこの革新的なレザーは、シートやダッシュボードなど複雑な形状にもしなやかに適応し、その滑らかな曲線がインテリアに光と、そして最高級の質感を与えています。レバンテゼニアペレテスタスペシャルエディションは来年春に日本市場に届き、わずか限定25台のみ販売されます。全長5メートルを超えるワイドなボディにマセラティらしいスポーティーなシルエット、ラグジュアリー感満載な室内空間でスポーツカー並みの走行性能を持つマセラティのラグジュアリー SUV、 レバンテで新たな旅へとお出かけください。それでは皆様、続きましてお隣フェラーリブースよりご紹介してまいります。どうぞ右手へご移動ください。